さて、ここからは健康エイジングのトータルサポート、ファンクフィジオフィジカルセラピーと大橋小雪がお送りする健康チャンネルです。このコーナーは人と地球と健康のために、マンダ発行、ニューヨークで暮らすための生活情報、ニューヨーク便利帳の提供でお送りします。ということで、今回もですね、前回に続きまして、ヨガエドキッズヨガトレーナーの村井由紀子さんにお越しいただきました。村井さん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、ちょっと前回の続きみたいな感じになってくるんですが、男子脳と女子脳の特徴ちょっとお話しいただいたんですが、今回食のちょっと知識大事なんだよなんていうお話、そして、まあ大人ができる子どもの成長のために一番大事な2つのことはというのをちょっとテーマでお話ししていただきたいんですが、まず男子の女子ので正しい食の知識が大事っていう話ですね。はい、はいはい、思春期の特に思春期の時に大事になってくるんですけれども、女子脳は前回もお伝えしたように、表面的なね、自分にもめちゃくちゃ興味があるのが女子脳なんですね。なので鏡とかもいつも見てて、自分の顔が太っただの、細くなっただのっていうのにすごい興味があるのが女子脳なので、はい、女子が思春期に入ってくると、やっぱりそのちょっとでも太るのを嫌がってダイエットをすごく執着する子が出てくるんですね。でも女子のその思春期の頃って生殖機能が出来上がってくる時なので、その時に特にその食事をカットするような、極端に食事の量を減らすような、栄養バランスが偏っているような食生活を身につけてしまうと、ずっとその思春期の時のその経験とか体験って、ものすごいその人の一生をずっと引きずる、いい習慣だろうが悪い習慣だろうが引きずる、継続されていく習慣になりやすいって言われているので、もし自分のね、お子さんがダイエット自体は悪いことではないんですけど、その食をカットするような、例えば今糖質制限すごい流行ってますけれども、特にこの思春期の育ち盛りの子たちが糖質を完全にカットするような、そういう偏ったダイエットはとても良くないので、成長に対してちょっとそれはね、親として、正しい栄養バランスを、例えば簡単に申し上げると、タンパク質、糖質、脂質、ビタミン、ミネラルが入った食事をきっちりするっていうね、食の知識を伝えるっていうことはすごく大事だと思います。で、勉強という意味でも、よく朝ごはんね、思春期の子って、もう思春期の子って夜は脳が活性化するから、なかなかね、夜寝れないんですよ。実は別にその子、あの子たちが夜更かしてるわけでもなくて、脳の構造として思春期になってくると酔いっぱりになってくるんですね。で、朝がすごく弱くなってくるのは脳みそ上しょうがないことなんですね。で、それそうなってるので、例えばイギリスとかはもう思春期、高校生とかになると、この開始時間を遅らせたりとかしてるんですけれども、朝起きるのが遅いから朝ごはんがね、どうしても抜きがちな子とかいるじゃないですか、はい、で、例えば女子とかだと、そのダイエットを気にしてるからちょっと朝ごはんは抜いてこうとかっていう子もいるかもしれないんですけど、それはその、この後のその子どもの成長に一番大事な2つにつながっていくんですけど、はい、正解を先に言っちゃうと、食事と正しい食事の知識と睡眠を与えること、これがもう一番大人が子どもたちにしてあげられる大事なことで、なんでかっていうと、その子どもたちが日常経験したこと、勉強したこと、学校で勉強したことを脳に記憶するのは海馬っていう、海の馬って書くんですけど、海馬っていうところが担っていて、それが動くのは睡眠してる時だけなんですよ。寝ている時だけ、寝ている時だけその海馬が活性化して、記憶から脳みそにこう蓄積されていく作業が行われてるんですね。なので寝てる間は脳がものすごいフル活動しているので、タンパク質とかが、糖とか全部その使っている状態で朝起きるから、もうめちゃくちゃ栄養を必要としてるんですよ、朝ごはんって。だからそこで朝ごはんを食べないでいったりとか、朝食べても例えば糖質だけ、例えばそのトーストとコーヒーとか
なんかドーナツとコーヒーとか牛乳とか、その、まあ、牛乳飲んでればまだちょっといいですけど、その糖質のすごい高い甘いものを食べたりとかしただけで学校に行くと、糖質が血糖値がガーンって上がってるわけじゃないですか。で、上がった血糖値はガンって下がるので、そうすると多分だいたい10時ぐらい、午前10時とか2時間目ぐらいの時ですかね、多分授業がの時にもう血糖値が激下がりするので、眠くなったりとかだるくなったりとか、お腹が小腹が空いてきたりとかして、もう集中力がなくなっちゃうんですよね、授業に対する。で、そういう影響もあるから、朝食はもう絶対しっかり、特にタンパク質と適量の糖質を摂ることはすごく大事に、勉強という意味でもすごく大事になってきます。で、先ほど言ったように朝ごはん抜いちゃったりとかしてたら、もう血糖値だだ下がりでいってるし、夜使ってもうスカスカなの栄養が足りない脳みそで学校行ってるので、まあね、学校にいる間もうかったるい、疲れた、眠いって言いながら過ごすのはもう目に見えてるので、なので特に食事の朝食、朝のご飯をきちっとした朝食をしてさせてあげるっていう環境を作るのはとても大事なことだと思います。うん、あとはね、その5番、さっき言ってたその睡眠ですよね、睡眠をちゃんと与える環境を作ってあげるっていうことはすごく大事ですね。うん、例えば村井さんおすすめの朝食とかってありますか？これを食べておけば間違いないよっていうような朝食ってあります？もう先ほど言った糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルで、まあ、ついでに言えば発酵食品ね、あのマンダ発酵さんみたいな発酵食品があるともうベストなんですよ。はい、なので私は一番いいのはもう味噌汁です。お味噌汁、お味噌って発酵じゃないですか。とお味噌の中にお野菜入れて、お豆腐入れて、ミネラル、わかめ入れてっていう風にやってたら、もうお味噌汁一杯でもうほとんどが完結してますよね。それに白米 ご飯をちょっと足せばもうそれで完成ですよね。で、もしまあもし余裕があるなら、まあ、納豆プラスしてもいいし、卵プラスしてもいいしって感じですけど、まあ白米と味噌汁があったらもう最低限というかもう十分な朝食になると思います。簡単ですしね、お味噌汁だったらね。確かに。睡眠時間ってちなみにどのぐらい子供だったら取ればいいとか、何時から何時の間は寝といた方がいいっていうのはあるんですか？すごくいい質問ありがとうございます。もう成長ホルモンが一番分泌が高いと言われているのが午後の10時から午前の2時までって言われているので、その10時から2時の間は必ず寝ていて、8時間は、寝ていた方がいいですね。でもう小学生とかだともう10時間ぐらいは寝た方がいいとされています。ほう、はい、大人も一緒ですかね。大人もなんか10時から2時、特に女性の方って肌にはその時間寝といた方がいいなっていう話を聞きますけれども、そうですね、その時間に寝ると成長ホルモンが分泌されるので、それこそ何アンチエイジングですよね。成長してますからアンチエイジング効果も高いですし、あと女性も男性もしっかり寝るとレプチンっていうね、満腹ホルモンって言われてるホルモンの分泌が多くなるので、起きてる間、ちゃんとしっかり睡眠をとった後の起きてる間は、そのレプチンのホルモンの量が多いので、あんまりお腹が空きづらいって言われてるんですね。なのでダイエットっていう意味でも、睡眠っていうのはすごく大事、できれば 7,8 時間はとっていただきたい、特に10時から午前2時の間はお布団に、ベッドの中にいていただきたいなって思います。はい、わかりました。ということで今週はですね、男子の女子脳の特徴ですとか、大人ができる子どもの成長に一番大事な2つのことについてお話を伺いました。一ついいですか？はい、私毎年1年に1回だけ日本でそのヨガエドキッズヨガのいわゆる
講師先生の養成講座を夏に毎年ずっと開催してるんですね、はい、うん、なのでもし今回ねこれ聞かれた方でキッズヨガっていうのがあるんだっていうのをもしご興味がある方がいらっしゃったらぜひヨガエド、YOGAED ヨガエドで検索していただけたらキッズヨガのね情報が見れると思うので夏の、東京の神田で7月にやりますがもしご興味がある方がいらしたらぜひちょっとホームページの方をご覧ください。はい、ちなみに村井さんのウェブサイトなどにアクセスしたいよなんていう方がいらっしゃった場合は検索ワードとかっていうのはあるんですか？ありがとうございます。そうですね、私骨盤調整コアヨガっていう骨盤調整コアヨガっていうヨガを教えているので骨盤調整コアヨガ村井由紀子でも出ますし、それかヨガエド村井由紀子でもすいません私ちょっと試してないんですが、出ると思います。はい、ホームページにヒットするんじゃないかと思うので、それで、検索してみてください。はい、わかりました。ありがとうございました、はい、ということで村井由紀子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。発酵食品で免疫力アップマンダ発酵の提供でお届けしました。気になる人はマンダ USA.com までホームページから無料のお試しサンプルの申し込みも受け付けています。DJ Koyuki Ohashi here with New York Life, sponsored by Luna Media.